10月12日、DOR の大阪、大阪府立体育館で行います、ライジン19の、カード発表の会見を、始めさせていただきます。大会まで残り2週間強という、ここに至ってですね、まあ、正直、むちゃくちゃ苦戦をしてですね、この大阪大会。このライジンがメインカードであまり苦戦、苦労したことがなかったんですけど、ただ、8月18日のですね、朝倉会のジャイアントキリング以降、大きく、まあ、格闘技界、選手の中の順列も変わったし、我々のマッチメイクの編成も大きく軌道修正することになりました。その中で9月16日で天心選手の拳の骨折ということもあり、天心選手の出場も、予定をしておったんですけども、かなわず、堀口恭司選手は言うに及ばず、朝倉海選手との試合の後、10月に参戦してくる、メンタル、フィジカル、そういう状況ではないという中で、本当にこうもう一つ決める、大阪大会これ見てくれよっていうふうに自信を持って、僕らが胸が張れるカードが決まらない中で、本当に苦戦をしている中で、本当、最終朝倉海選手です。だったら俺行きますと、ここは朝倉海の男気に感謝して、海選手の試合を今回の大阪、正直堀口とのリマッチ、プロモーターとして大晦日まで取っておきたいっていう思いもありながらも、まあ、時代も常に移り変わるし、逆に堀口という今まで太陽の周りをバンタム級の多くの選手たちが回ってましたけど、ひょっとするとここで朝倉海のひょっとしたらしたたかな挑戦がバンタム級の太陽の位置すら変えてしまう。ひょっとすると今後は朝倉海を中心に堀口も含めて惑星になって回るのかもしれないなと、大きな野望を持って多分自ら新しい潮流を作るためにこの10月の大阪大会に参戦をしてくる、そういうことを決めてくれたんだと思います。朝倉海選手の参戦とともに、まあ、我々も海選手とも話して、だったら対戦相手はね、今年試合が流れてるウルカ選手どうなんでしょうということで、ウルカ選手に、その旨を伝えたところ、まあ、ウルカ選手はウルカ選手で、もちろん海選手に前回自分の体調不良で試合を流してしまったってことへの、申し訳ないっていう思いも含めて2つ返事で受けますと、やりますというふうに言ってくれました。このチャンスで回を食ってやろうと思ってくると思います。いろんな意味でリスクの大きい、まあ、リスクを背負った戦いだからこそ色気もあるし見たいと思うはずですので、そんな朝倉海 VS 佐々木ウルカの試合を今日自信を持って発表させていただくとともに、10月12日の大阪を楽しんでいただきたいと思っています。では、海選手からコメントいただくんですが、その前にウルカ選手からのコメントが届いておりますので、代読いたします。前回飛ばしてしまった試合の分の思いも乗せて、今回の試合は絶対に勝ちます。この試合を楽しみにしてくれている皆様、おそらく最高の試合になるので、10月12日ライジン19大阪大会、最高に楽しみにしていてくださいというコメントを頂戴しました。では海選手お願いします。こんにちは、朝倉海です。まず、まあ、お話しいただいた通りなんですけど、まあ、僕自身、10月大会はちょっとパスして、まあ、12月の堀口選手とのタイトル戦に向けて、集中してやっていこうかなと、思っていたところだったんですけど、まあ、沢木原社長から、10月大会 の、 マッチメイクの感じを聞いて、まあ、それなら俺がやってやろうということでスイッチを入れました。まあ、前回大会で堀口選手に勝てたことは、まあ、その単に試合に勝ったというだけじゃなくて、まあ、堀口選手が常々口にしているライジンを盛り上げる、日本の格闘技を盛り上げるという気持ちを、僕も受け取ったと思ってます。出会えば、俺がやるしかないと思ってるし、まあ、今回兄貴も堀口選手も天心選手もいない中で、まあ、もう俺がやるしかないと思ってるし、俺が先頭に立ってライジンを盛り上げたいと思います。で、まあ、今回地上波で放映も、していただけるということで、まあ、俺の派手な試合を世間に届けて、またね、格闘技熱を爆発させたいと
思ってます。楽しみにしててください。うまいことを話しますね。聞き惚れました。頭いいね。あのやっぱり格闘技の強い選手はインテリジェンスも持ち合わせてないと勝てませんからね。うん、あの素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。ご質問をお願いいたします。オファーはいつ頃だったかと思います。天心選手の5月16日の試合を受けて骨折、天心欠場、難しいということがはっきり決まった中で、まあ、その後ですね、まあ、猛烈に口説いたのは2日前、はい、そのぐらいです、はい、ただまあ気持ちは十分、僕らの窮地も十分この人にも伝わって、彼もそれに、まあ、多分甲斐選手がコメントしてくれた思いで答えてくれた。ひょっとすると主役交代、10月の12日、それがバンタム級で起きるのかなと、そんな予感がむっちゃくちゃしますけど、ね、ですので、あの2日前です、はい、4月にもともとウルカ選手と試合が決まったということで、まあ、割と研究はされてて、まあ、だから試合も受けやすかったっていうのもあるんでしょうか。そうですね、もちろん勝てる自信があって受けました。それぐらいに勝ちます。どういう印象を持たれたんですか。まあ、印象はそうですね、まあ、寝技が得意で、まあ、その寝技での決めを持っている選手、まあ、でも逆にそれだけかなとは思ったんですけど、まあ、やっぱり堀口戦を経過したことで4月本来戦う予定だった時よりも今回の方が自信というのはあるかでしょうか。そうですね、もちろんその堀口選手に勝って自信もつきましたし、まあ、その4月の時よりもあの自分が成長しているのが分かるので、さらに自信は深めました。成長しているのが分かったっていうことなんですけども、その技術的な部分と、あと堀口戦で勝ってこう変わったこと、技術的な成長と、その姿勢が含めて堀口戦で勝って変わったこと、もしあれば教えていただけますか。技術的なことは、まあ、あの4月からですから、はい、そうですね、もう、打撃も寝技も、まあ、全局面、1段階レベルが上がったと思ってます。まあ、私生活では、まあ、そうですね、いろんな、まあ、メディアに呼んでもらったりとか、まあ、たくさんの人に声をかけられるようになって、まあ、すごい反響は感じます。つい最近はキングフィールドも立ったそうなんですけど、大丈夫なんですか。そうですね、先週の日曜日にキングフィールド、スキーヤのキングフィールドって言って、波を6杯分ぐらいのやつをちょっと大食いにチャレンジしたんですけど、まあ、体重はもともとそんなに全然なくて、普段から減量もあんましてないんで、全然大丈夫です。バンタム級の選手たちと、一人一人と戦って、自分の今の成功を証明しようという気持ちもありますか。まあ、もちろんその気持ちもありますし、やっぱり格闘技を盛り上げたいっていう気持ちが一番強いんで、まあ、ここで俺が派手に勝って、思いっきり日本の格闘技を盛り上げられたらいいかなと。大晦日にその堀口選手との再戦というものを見据えた上での試合にはなると思うんですけど、今回の大阪の試合でどういう試合を見せたいというのは具体的に分かったりしますか。まあ、そうですね、まあ、圧倒的に勝ちたいなと思ってますね。で、まあ、今回の試合で堀口選手も対策をしてくると思うんですけど、まあ、そこもしっかり対策してもらって、まあ、その上でもう一回勝ってやろうかなと思ってます。榊原さんは主役交代というものを期待しているというふうにおっしゃいましたけれども、当然、浅田選手としても今回の大会で自分が主役になるというお気持ちでしょうか。もちろん、そうです。前回の試合で自分がビッグキリングを起こした本人として、今回自分が起こされるかもしれないということは、みじんも感じませんでした。まあ、勝負なんで、100% ないと思うんですけど、まあでも、勝てるという自信はすごい強いんで。勝ちます。最後に写真撮影を行います。はい、ありがとうございます。あと笑顔もください。ありがとうございます。ありがとうございます。
お願いします。はい、では以上で終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。